はい、では今日はですね、対談動画を送っていきたいと思うんですけども、先生、自己紹介お願いします。はい、東京都江東区で、鍼灸整骨院をしております、庄司です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生はこう開業してどれぐらいになるんですか？まだ1年ちょっとですね。おお、まだ3年とか経ってないんですね。はい、先生、おいくつなんですか？僕は今年38歳です。あ、じゃあ僕と同いですね。はい。おお、先生、も男前ですね。前川先生にも。早速ね、ちょっと内容ね、聞いていきたいなと思うんですけど、はい、まさにこう参加してもらう前っていうのはどういう状況で悩まれてたんですか？開業して半年ぐらい経って、まあ、50万前後行ったり来たりしている状況で、もうちょっとすごい気分もすごい落ちた状況で、うん、情報収集にこう YouTube だとかネットだとかを漁ってる状態でした。じゃあまあ50万前後でもう先が見えないしどうしようっていう状況だったわけですね。そうですね、このままじゃダメっていうのはもうすごい自分で思ってましたね。まあ、その中でこういろんな YouTube とか見られたっていう話が今ありましたけど、はい、それを見た上で何か具体的な行動に移したことってあるんですか？そうですね、こう問診の仕方だったりとか、うん、そういうのをいろいろ見てはいたんですけど、なかなかこうしっくりきてない状況がついてました、ね。なるほどですね。まあ、それでちょっとどうしても無理やなということで、まあ僕の、超ハイブリッド集客メソッドに来ていただいたと思うんですけど、なんでこんなに数たくさんある講座の中で僕前川を選んでくれたんですか？他の YouTube とか見ていて、まあ他の先生とこう比べて前川先生はこう直感でいいなと思って、それ私の動画とかをこう見てたんですけど、そしたらこうどんどん垢抜けていくのにすごい好感を持てて、ほほ、この先生にちょっと教わりたいなと思って決めました。垢抜けていくってどういうことですか、具体的に？もうすごい何年か前の動画より前川先生が多分成功されててどんどんおしゃれになっていったっていうか、ヘテる男になっていった感じがして、そこが魅力的だったわけですね。そうです、はい、いいです、面白いですね。まあ、その中で僕を選んでいただいて、実際今どんな成果が出られてますか？庄司さん、いつからスタートでしたっけ？7月スタートでしたっけ？7月に入力させていただきました。あ、じゃあ今、まあ、4ヶ月ぐらいですね。そうですね、はい。どんな成果出てますか、今。7月に入力させていただいて、先月の11月に100万を、目標の100万を達成することができました。おー、いいっすね。今ちょうど撮影してるのが12月の、今日は29になるかなと思うんですけど、はい、今月は今の段階どうなってるんですか？今の段階で124万を超えてます。じゃあまだ記録は更新してるんですね。そうですね、はい。めっちゃいいじゃないですか。おかげさまで。ちなみにこう、単価と予約枠ってどれぐらいの間隔でされてるんですか？単価は、2パターンで8000円と1万2000円でやっております。枠はそうですね、大体45分ぐらいにドアツードアで出ていただける形をとってますけど、今まあ8000円と1万2000円両方ともなかなかちょっと高額なんじゃないのかなと思うんですけど、集客って、まあ、月にどれぐらいできてるんですか？集客が新規が大体10人ちょっと行くか行かないかって感じですね。お、まあ、入塾前ってどれぐらいできてたんですか？入塾前も10人行けばいいかなぐらいでしたね。じゃあ集客数は微増って感じだってことですね、そしたら。そうですね、少ししかまだ増えてない。でもそんな中で売上が上がってきてるっていうのは、どういった部分を変化させて上がられたんですか？リピートの方とかがずっとこう来ていただけてるのもありますし、うんうん、あと新規の方がリピートになっていただくのがすごい大きいと思いますね。じゃあまあリピート率がまあ大きく変わったってことだと思うんですけど、具体的にリピートに対してどういったことを変化させていかれたんですか？そうですね、より患者さんの深い悩みを聞き出せるように少しなったと思います。それってやっぱりよく皆さんね、リピート高いと言われるんですけど、どうすれば深い悩みって引き出せるんですか？先生、何を意識されました？僕がすごい意識したのは、こう、まあ、メソッドでないで教えていただいた、こう相手の目を見てしっかりこう、まあ、真剣に話を聞くっていうのを意識にしてます。それだけで変わります？それだけでも結構変わりましたね。まあ今ね、パッと数字わからないかもしれないですけど、だいたいリピート率がどれぐらいからどれぐらいに変わったとかってありますか？そうですね、リピート率は 50% ぐらいから 80% ぐらいには上がりました。おお、じゃあだいぶ上がってますよね。はい。まあ、それでね、こう売上が安定してきてるっていう部分があると思うんですけど、なんか他の部分で、はい、先生こう意識されて変化されたことってありますか？そうですね、一番変化したのはミソッドに参加させていただいて、すごい、まあ、前川先生はじめこう売上を上げてる先生方が多いので、うん、
った方と触れ合う機会もすごい多いので、すごい自分で危機感をいい意味で持てるようになりまして、うん、そう行動力がすごい増えましたね。特にどの部分のこの行動力増えたわとかってありますか、お家の中で。まあ、時間の管理だったり、例えばチラシポスティングだったらすごい枚数を増やしたりとか、自分の中でちょっと負けそうな時とかもちょっとここで踏ん張らなきゃと思ってぐっとこう耐えて、ね、配ったりしてました。そうなんですね。僕も先生ちょっとこう勝手な、僕の個人的な勝手な思い出なんですけど、初回ねちょっと個人コンサルさせてもらった時に、先生めっちゃ自信なさそうなこう雰囲気をされてたんですよねっていう僕は印象があって、今こうやってまあ2ヶ月連続で100万更新でまた売り上げも上がっていってる状況なんですけど、はい、この4ヶ月とかでここまで来れるって、この状況はあの時って想像できてたんですか？いや、想像はできてなかったですね。じゃあ不思議な感じですか今ご自身？そうですね、それはありますね。今この期間でまあこんだけ変化されて、きっとまあご自身にも自信がついてきてるんじゃないかなと僕は勝手に思ってるんですけど、どういった数字までやったらできそうやなとか、行きたいなって思われてますか？そうですね、まあ来年中にはちょっと200万を超えたいなと思ってます。もうでも行ける気してそうですもんね。そうですね、まあ、不安はありますけど、うん、行きたいです。実際先生こうやってまあ入っていただいて、この僕の講座の良さって何だと思います？そうですね、まあ、すごい前川先生はもう接しやすいので、すごい話を聞いてて、まず僕は一番に面白いと僕は思っていて。おお、ありがたい。それでまあプラスで周りの方もすごい聞きやすい環境なので、そんなにをやってるか分からない、悩んでるんだったらこう行動に移して参加した方がいいなと僕は思います。こうそうですね、こうパッと見なんか人見知りっぽい感じがするんですけど、はい、なんかこう溶け込む秘訣ってあるんですか？結構溶け込まれてるじゃないですか、いろんな方と会話されてると思うんですけど、はい、なかなか人見知りなんかな勝手に思ってて。ああ、人見知りありますね。でも、もうみんなと接してるじゃないですか、もう仲良く。はい。はい、なんか意識したことってあるんですか？でも皆さんすごい優しいので、皆さんからもすごい積極的に話しかけてくれますし、うん、自分からも気になったことはどんどん聞こうと思って聞かせていただいてます。そうですね。ちょっと最後に、まあ、全然関係ないこと聞いてくるなと思うと思うんですけど、はい、実際会う前の前側と、会ってからの前側ってどうですか、印象とかイメージどのように捉えられてますか？そうですね、最初一番最初に行った時はちょっと話しかけづらいなっていうの少しあったんですけど、うん、やっぱり実際こう話してみると、まあその動画のままだなっていう印象です。なるほどね。よくね、僕動画のまんまやなって言われるんですよ。はい。これってね、実際どうなのかなと思ってて、はい、動画のまんまの方がいいのか、もしくは動画以上に優しい方がいいのか、はい、もしくは動画以上になんかこうオーラがあって近寄りがたい方がいいのか、先生どうだと思います？はい、動画のままでいいと思います。あ、前ですか？はい。それはなぜですか、なぜですか、なんでそう思います？いや、動画がやっぱ見て皆さん良くて来られてると思うので、それでちょっと違っちゃった方がちょっとおかしいかなと思います。あー、なるほどですね。いや、参考になる。じゃあ僕はもうこのまま自然体のまんままたチャレンジしていきたいと思います。はい。今日ね、突然ね、ちょっとお願いさせていただいて、時間いただいて、もうこの後またね、予約っていうことなんで、ちょっとこの辺で終わっていきたいなと思うんですけども、本当に意識すればですね、集客数だったりとか、リピート率が大きく変化していって、売り上げってね、上がっていくんで、最後に翔さん、こう100万ってやっぱやればいきますよね。まあ、いけると思います。はい。いかない人なんでいかないと思います？もう僕はもう行動、危機感と行動量だと思うんで、はい。なるほどね。できれば。ね、どうしてもこう動かれへんねんっていう方は、もう翔さんの、ケツキックをね、受けたら多分みんな動けると思うんで格闘家さんなんで、はい。ではそんな感じで、今日は終わっていきたいなと思います。すみません、貴重なお時間ありがとうございました。ありがとうございました。実際にこういった本質を私の公式メルマガでは伝えていて、他にもこちらの1万人以上の方が登録しているこの公式メルマガでは、私が開業6ヶ月で売り上げ2万という全くの経営初心者から9ヶ月で100万達成、そこから1年で200万達成、その7ヶ月後には回数券を使用せず週休2日半で336万達成できた方法を配信していて、白銀経営を継続してやりきれる環境を用意しています。そして公式メルマガ登録者1万人、 YouTube 登録6300人達成記念で最新ノウハウを公開しております。最新ノウハウではチラシ&ホームページ集客、 SNS 集客、この速攻型と積み上げ型を組み合わせた超ハイブリッド集客、リピート率8割超えの最強問診術、高額メニュー販売当選、継続課金モデル、秘密にされてきた思考術、ヒロイン集客、完全攻略、合計スライド158枚、リピート率8割強を実現する24ページの特別マニュアル、私が監修したゼロから始める一人ヒロイン経営動画教材360分、前川正也実際に使用したチラシ3種、誰でも実現20分1万2000円の治療を実現した秘密のポイントセミナー映像160分、これら合計15個のプレゼントを新メルマガで無料配布しています。
また1万人登録記念で100万達成者が続出した特別セミナー映像 SNS 集客完全攻略55分あらゆる条件で100万達成者が出た実践者映像まとめを配布しております。合計178ページ以上計15個の無料特典特別動画教材100分が欲しい方は期間限定配信ですので消えてしまう前に今のうちにこの動画の概要欄にてメルマガ登録をしておいてもらえればと思います。そして一記事5000文字以上の記事をすでに100記事以上公開しており現時点だけでも50万文字以上の前川雅治の初心者のための集客ブログ上院集客に必要なノウハウをつぶやいているツイッターこれらを含めた計15個の無料特典特別動画教材100分がありますのでなくなってしまう前にぜひ以下の公式メルマガから登録しておいてもらえればと思います。